社員になりました。これもね、70年代入りまして、作ったのは吉田拓郎が作ったホイキーですけども、モックスで入りましたね。今回 YouTube 見ましたら、大友と、和田アキ子がやってましてね、そのパートの子に似てて、最終的にあの